めっちゃ綺麗、やばすげえ。どうも泉圭介です。この YouTube のチャンネルでは普段デックレビューをやっています。まあこのトランプいいよねみたいな感じの紹介をやっているんですけれども、今日はねちょっとねいつもと違う感じのレビューをやってみようかなと、ちょっと違う感じのレビューねやっていきたいと思います。じゃあまずちょっとねそれ準備してくれ。 This is more than a goodbye. This is never to another try. No reason to wonder why. I'm the obvious and you're the lie. ね、ちょっと今回ね台湾に来てきます。で前にアメリカ行った時に飛行機の中でデックがどうなるかっていうのを検証したことがあったと思うんですよ。でちょっとトランプがねどれぐらい状態が悪くなるのかっていうのを、でデックのレビューってさなんか質がいいどうっていう話よくしてるんですけれども、で実際にじゃあ質がどれだけいいかってやっぱちょっと使ってみないと分かんないところあると思うんですよね。これいいね。まあ、だからちょっと今回ねかなりタフな環境でいきたいと思います。まず一つがねこの台湾、めちゃくちゃ湿度がね高い国で、もう一つがこのねポッケの中にねここねここポッケあるんで、ここに常にねデックをねケースに入れないで裸の状態で常にね置いておきたいと思います。でその状態で眩しいな。ここでこのねバイシクルの通常のライダーバッグとゴールドスタンダード、このね品質がいいと言われている、まあ、最近ねで昔からね言われているこの2つのデックが果たしてどこまでねやばい環境の中で耐えられるのか、いい品質であり続けられるのかっていうね、それでまあどんな感じになるのかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。 This is never to another try.これをねこのままねポッケに入れてこれでいきたいと思います。着いた。でもねすでに暑いさすが台湾、もうコートいらない ね。肝心のねデックなんだけれども、バイシクルの方はね飛行機の中でもう、まあ、これは前いつも通りだね、すごいベコベコになっちゃう感じではあります。まあ、ちょっとね触ってね軽く戻したんだけれども、まあ、それでもねもう今すごいベコベコの状態ですが、まあ、でもそれ以外はね基本的に品質としては今のところはまあ変わりはないかな。特にね今のところ普通で、このねゴールドスタンダードの方がねベコベコなんだけれども、手触りの良さはね全然変わんない。これはねもうこの時点でねちょっとねやっぱねオハイオ製すげえわって個人的にはなっています。まあ、ただね両方ともベコベコではあります。まあ、この辺はまあさすがに紙製だから仕方がないんじゃないかなとはいうところではありますね。こんな感じですね。これぐらいちょっとベコーンとはなっていますが、まあ、手触りとして相変わらずゴールドスタンダードいい感じではあります。引き続きね検証していきます。 This is never to another try.いつものホテルナウ。いやデックがさちょこちょこね道端に落ちんだよね。このポッケがちょっと浅くてさ、こうなんかこっからブルブルブルってちょっと落ちるのがねちょっと恥ずかしくてね。この後は友達のねダビオと遊んできます。その前にねちょっとこのねルームツアーをねちょっとねやりますよ。まずベッド、台湾がねシングルが
ないんだよね。まあだからダブルかツインとかしかからないんだけれども、とりあえずね、もう僕は今回一人なんだけれども、このねダブルのでかいやつをね、みんな大好き壁掛けテレビ、バスタブとトイレ。最近台湾でもトイレットペーパー、トイレの水流せるようになってきたっぽいんだけれども、まあでもね、まだ一部流せないところあるんで、まあ気をつけてください。だからこのちっちゃい横にある箱の中にトイレットペーパーをこうデュッしてください。洗面台に鏡にめっちゃちっちゃいドライヤー、一応ね、ウォーキングクローゼットみたいなのあるんだけど、ここね、もう何十回ぐらい止まってんだけれども、使ったことないんだよね、これ。なんか、おお、すごい枕あるんだ。知らんかった。で、コンセントとかはね、もう日本と同じのが使えます。電圧とかはちょっと僕、ごめんなさい、詳しくないんで、ちょっとなんか、カズチャンネルとか見てください。多分、カズさんが解説してるんじゃないかな、わかんないけれども、とりあえず、これ、日本のは普通に使えます。あ、開いた。うわ、怖い怖い。開いたけれども、マジか。ダイレクト直下かよこれ。ウィダビオー。すげえ、なんかこんなところ食後にコスプレができんの、すごいね。その発想はないわ。とりあえずデックはね、もうよりひどい環境に置きたいから、なんか本来はね、デック好きとしては絶対こんなことやっちゃいかんないけど、もうなんかビシャビシャになってもいいよね、この辺に置いとくね。キノコがドン。え、自分で切んの。マジかよ。Yeah, that's right. That's right. これでいいの？ Very fresh. ほらー。すげえ。これドライアイスこれ。え？なに、みんな俺を撮ってんだこれ。Don't try to stop it now. Cause we only go back and forth. ちょびっとね、張りはね、なくなってきた感じがしますね。若干なんか、使い倒してんなみたいな感じのね。デックになってる。あ、これはね、すでにね、1日の段階でね、ちょっと違う感じはするわ。オハイオの方はね、劣化っていうよりもちょっと育ってる感じにも近い印象がありますね。まあ実際はね、育ってはいないんだけれども、ちょっとね、馴染みがいい感じ、馴染んできていい感じになってるんじゃないかなと思います。結構違うね。三越な、なぜ突然三越に来ているかっていうと、僕が愛用しているリュックがね、ぶっ壊れてしまったんで。で、それパソコンとかね、カメラとかいろいろ重いもの入れるから結構必須なんだよね。ちょっと台湾でいいの急いで見つけて買いたいと思います。あー、いいなー、プロマックスいいなこれ。あー、かっこいい、いいな、いいけど、ちょっとその前にサムソナイトがあるから、サムソナイト見よう。サムソナイトレッドってこれがあるんだけど、これ超かっこいい。なんか笛がついてんだけれども、すげえ、やばい、俺多分ここで買うわ。やばい、途中で見つけたこのドッセルドルフっていうの、これがちょっとやばい。めっちゃ欲しい。いや、サムソナイトも超いいんだけれどもさ、あの感じとかね、やばい。Water resistant。 あー、やばい、これ超良くない？ちょっとでかい、すごい悩むけど、じゃあこれ買う。イエーイ、リュックを買ったぜ、超嬉しい。This is never to another try. 今回の検証ね、結構大変だった。ちょこちょこね、やっぱ落としちゃうんだよね、こうポッケに入れてこうボロボロボロって。だからね、そういう意味ではね、なかなかこう汚い扱い方、本当だったらね、もっと大切に扱わないといけないんだけれども、まあそれがね、最終的にどうなったかっていうと、結構ね、やっぱふにゃふにゃなんだよね。もうね、張りはね、全然ない感じ。まあなんか使えるか使えないかっていうとね、正直ね、まだ使えます。使えるんだけれども、張りはね、だいぶなくなっちゃいましたね。まあだから、これどんどん使っていくと、どんどん張りがなくなっていくっていうのがわかります。だからそういう意味では質はね、かなり落ちてきてはいますが、まあそれでも、やっぱり、もうさすがもう USB-C ですよ。非常に質はね、いいと思います。全然ね、使えるレベルだとは思います。
で、オハイオですよ。オハイオはね、やっぱりオハイオだね。若干ね、反りとかはね、できてくるんだけれども、どっちかっていうとね、張りがなくなったっていうよりもね、なんかこう柔軟性が増して、ちょっとしなやかになった印象があります。そういう意味ではね、やっぱね、オハイオ製はね、質はね、いいなって思いました。これね、両方質いいわ。あのね、なんだかんだでね、こんだけ汚く扱ってもね、全然使えるんですよ。そういう意味ではね、両方ともやっぱ質はいいですね。ただこの4日間使ってきた感じだと、やっぱね、 KY はね、しょぼくなるのが早いね。もうね、すぐねダメになっちゃう感じはしました。対してオハイオはね、どんどん良くなっている感じがしました。まあこれもね、いずれはダメになっちゃうんだろうけれども、なんかね、育つとは違うんですよ。育つっていうのとは全然違うんだけれども、どっちかっていうとなんかオハイオの方がしなやかになって、どんどん使いやすくなっていくって感じがしましたね。まあだからもうさっきから言ってる通り、馴染んでいくっていう感じになっている印象ではありました。なので僕的にはオハイオの方が好きです。ゴールドスタンダードの方が好きです。だが両方ともやっぱね、USB-C ね、質いいわ。これはね、今回こんなにね、こうぐちゃぐちゃって扱ってね、本当に思いました。いやね、なかなかいい検証結果になったんじゃないでしょうかね。僕的にはこれね、非常にやってよかったなって思います。で、僕は今からとあるところに行っていきたいと思います。友達がね、なんか象の鼻の岩なんか登ろうみたいなこと言うんで、ちょっとね、そこ全く意味が分かんないんだけれども、まあ、とりあえずちょっと行ってみようかなって思いますよ。あんま天気なんか良くなさそうなんだけど、ちょっとね、行っていきたいと思います。ポーちゃんね、おー、なんかすごいところに来た。ポーちゃんおすすめプレイス、すげー。おお、めっちゃ綺麗じゃない？すげえ。なんかね、このポーちゃんおすすめがなんかそこのね、なんか岩っぽいんだよね。なんかいるんだけれども、あいつ怖え。野生じゃない？マジかよ。ちょっとこれを急げっていうのは無理だろ。ポーちゃん早えな。足元がやべえ、これ動くぞ。靴がもうぐちゃぐちゃ。おお、すげえ。これはすごい。おお、やべえ。おお、なんかまだあるっつってるけど、ここが本命じゃないの？おお、なんじゃありゃ、すげえ、面白い。確かにこれは象がパオーンってなってるね。すげえ。これ日本だったらこれ絶対立ち入れないよ。これ超危険区域やのに、これもう絶壁やからね。ここ普通これピュンって死んじゃうよ。これ絶対これ死人出てるよ。すげえ。めっちゃ綺麗、やば。すげえ。そろそろ戻ろう。めっちゃ疲れた。でもめっちゃ綺麗。ポーちゃんの連絡先っつうか、インスタとフェイスブックは動画の説明欄に貼っておきます。で、この動画ね、良かったなと思ったら高評価と、あとコメントとチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。イエーイ。You swing like a willow, hollow. Don't try to stop it now.